はい、スケールドのカフェテリア上部にあるとされるタスク、宇宙船の窓の前を入念、念入りに何往復をすることで完了するクルーメイトにしか配布されないタスクの名前を答えよ。シンキングタイム、はいはい、スタート。俺エアシップからやもん。これはね、俺は前回やった時この問題出てきて、これは回答できました。いや俺あれ、ちなみにヒント出すわ、うん、魚さんとかがやってた。うん、ヒントに漢字がわからんくなった。今もう漢字がわかんない。まあでもスケルドやってないとわかんないか。ゲシュタルト崩壊した。スケルドやってるとね、絶対わかるんだよこれ。ああ、全部、あ、待って、あぶねえ。あれ間に合ってなそう。書いてました、窓拭きタスクって書いてました。書いてたんだもん、書いてたんだもん。本当に、本当だもん。トトロいたもん、トトロいたもん、書いてたもん。トトロはいねえ、トトロいたもん、書いてたのに。うちでは何とも言えますからね。何やねん、今のやりとり何やねん。書き直したせいで。なんて書いたの最初じゃ。いやいや、窓拭きタスクって書いたんだけど、うん、なんかあの下の方で書ききれなくなって、あタスクが書ききれなくなって、あの一回書き直しをしたら残り7秒でもう一回書き直しになって。そういうことね。やなー、あー、もう答えなくていいレベルの問題ですこれ。おどうぞ。なるほどね、こんなんはもう。いやでも奈良子さんちょっと字が強いからワンチャン間違えてくるかもしんない。字が強いから、俺こそが、俺こそが字が強いからね。ボケを先に潰すのやめてもらっていいですか。全員死んだろうか。ダメですよ奈良子さん。なの3とこまで書いてある。はい、正解は慎太郎で、マジで読まれた。僕ですよ。え、本当に書きかけたの。本当に7まで書いてた今。いや、俺もうっすらと思ったよ。いいね。次の問題もサービス問題です。おこれはもう全員が絶対に正解できる、もうすごい簡単な、今日一簡単な問題です。絶対に、なんだ、絶対に、ほうほう、正解できないわけないです。いきます。はい、ハイブリッドセンスの本名をフルネームで答えよ。あ、まずいこれ。シンキングタイムスタート。あ、もうこれでもね、本人いらっしゃいますし。そうですね、あの、うん、僕だけこれ答えじゃなくてサイン書いてるだけなんで。証明なんで全員が、ね、あ、まずい。もうすごいサービス問題、簡単な。いや、僕前回これ間違えてて、しかも今回も間違えてかもしんない。そうよ、慎太郎前回もやってるからね。やばい、ね、もう履修済みだし。いや、そうなんですよ。奈良子もね、ハイブリさんとのね付き合いもそこそこあるだろうから。そうね、期間もそこそこ長いだろうし、もうそれはね、高田村の中でもアモアス前からお付き合いのあるね、お二人ですから。そうよ、そうそうそう、最大でね、最大から。そうよ、わかるよ。そうですよ。いや、これで合ってるわ絶対に 100%。 じゃあ正解、ハイブリさんから発表いただきましょうかね。はい、はい、正解はハルさんの方から。小西ひろあきって。あーあー、ニヤニヤニヤくなった。ひろあきが高橋がニヤニヤくなった。これニヤくなった、マジで。これさ、俺この、ね、前の時もこれ出てさ、みんなが間違えてる切り抜きだけ見たんよ。だから来たんよ、ツイッターで、あのエゴさせたら。だから次の高田村の自己紹介で、あの小西弘明って言いますってわざわざ自己紹介で言ったのよ。いや、それも僕覚えてるんだよな。でもとっさに。いや、漢字のイメージだけ残ってて、今漢字で書くか、いや漢字怪しいな。高木だ。言っちゃった。ひろあきです。本家がいようがいまいが、高田健志がタスク中によく歌っている雨降ってザーザー、少女時代は GG。 この歌の続きを答えよ。なるほど、ね、はい。でもこれ高田さんバージョンですよね。いや、本家。あ、本家か。本家です。
まあまあこれもサービス問題かな。意外とむずいよ。あでも意外とちょいとケアレスミスあるかもマジで。オッケーです。うん、ケアレスミスあるかも。じゃあこれもうちゃんと合ってるやつだけで。お、慎太郎が。やばってむずいかも。あ、意外とむずいよ多分。ちょっとこれ変なくなっちゃった。めっちゃ難しいね。あ。ちょっと違くねえか。ちょっと違うぞ慎太郎が。ねえ、1個多くない？多すぎた。しかもこれ僕最後図数かける3なんで計5回ぐらい。めちゃめちゃ言うやん。言うよ。それの名前はズズ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 ズってこと。ラッサビ。気持ち悪い。ラッサビ。気持ち悪い。それぐらい言ってなかったかなと思って。そんな言ってねえよ。正解は図が、まあ最後図が5個。あ、5個か。5個です。ずずずずずずー。あー、そうか、そうです。かける、え、慎太郎の頭の中にどんな歌になるの。フルコーラスバージョンやそんなに言ってた。すごい、ライブでコーラのレスポンス起こるから。すげえな。あ、これは7個問題いきますよ。来たー。7個問題いきますよ。これ7個答えは、むしろ7個がむずいかも。7個の特技を答えて。なんだ ?7 個の特技を答えよ。え、リグタイムスタート。むしろ7個むずいだろ、これ自分のことだから。これ、なんて答えるかな。だから自分の特技ですよ、7個さんの。あれかな、ローソンインタビューの時に答えたやつかな。あ、なんかあるんだ。これむずない？むずい、もう全然わからんもん。7個の特技なのかこれは。特技なのかっていう感じの内容ですね、回答は。わかんねえ。なるほど、知らないことを知ってる風に。おいおい、そう思ってるってことやな。いやいやいや、そう思ってるってことやな、楽しみは。いやいや、決して別にそんなことは。でもそこがすごいな、奈良子さんのすごい部分だなっていう。もう僕もかなり当てに来たんですけど今回。はい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 。当てに来て。あ、でもハイブリさんと奈良子は同じですね。ああ、まあ、企画ね。はい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 。それでは正解はこちらです。ダブルピースでーす。ダブルピース。俺どこで言ったそんなこと。俺どこで言った。ダブルピース。なら、この何やねんこれ。ダブルピースらしい。どこで言ったそれ。マジで覚えてない。初めて知ったわ。俺もびっくりしたこの問題。7個、今ある意味やっぱだから7個むずいよね、この。むずいね、ダブルピースか。ダブルピース、ちなみにどうだろう、特技だろ、7個で。いや、それもあるわ、確かに。ダブルピースもあるわ。うわ、でもそうやな、ダブルピースしてる写真。写真が多いですね。多い、うん。大体やってるイメージある。いきますよ。ほい。これ俺答えられないな、多分。どうぞ。ああ。いや、もうこれはもう。はい、まあもう画像のこの右上の動物の名前、キツネの名前は何ですか。いやいやいや、わかりますよ。マジ、はい、はいはい。え、全員わかんの。わかるよ。俺今答え見てるからあーってなってるけど、絶対答えられるよ俺。早っ。え、すごっ。勘弁してくださいよ、高田さん。え、こんなのサービス問題なのこれ。サービスですよ。これサービスでしょ。これサービスなの。マジ、こんな簡単なのこれ。これって嘘でしょ。めちゃくちゃむずいよこれ。これな、これちょっと慎太郎には前回やってるからサービス問題かも。おー、あ、これこの流れいいね。だったらみんな今畑さこのやつ答えられたよね。うん、サービス問題だよね。サービス問題。あ、まさか。じゃあ簡単です。じゃあ次も絶対答えられる。はい、これ誰でしょう。
忘れた。いやいやだって なんかね。いやだって答えられるでしょ。忘れた。畑坂これもだからサービス問題です。ネロちゃんのアイコンの右に映っている狼の名前は何でしょう。でもなんかこれ解いたことある。これじゃないかな。いやいや、畑坂のフラッペわかるってネロちゃんのねアイコンに映ってる動物わかんないのないでしょうよ。いやでも全然自信ない俺。これは。まあわかるでしょうよ。いや覚えてないなもう。でもこんな名前じゃなかったっけ。エロヌンティウスアメフラシシーナ。もう本名。正解はな野崎です。いやー俺が一番地形じゃねえかよ。お前俺が一番地形よ。正解は野崎。野崎なんだ。慎太郎に至っては前回やってるから。いやそうやったんすよ。でもこんなんじゃなかったっけなと思って。全然違い一番違えよ。一番遠いわ。あれ前回答え見たはずなのに。そうなんすよね。野崎っていうの覚えよ。足つりまさは何の略か略さずに答えよ。これもう完全に完全正解のみ正解にしよう。はい。おお。一語一句間違いなしで。はい。あ、確かに結構むずいな。そうね。ちょっとニュアンスっていうかその語尾が違うとかはもう不正解にしますじゃあ。ちゃんと一番最後まで。うん。しっかりと回答してください。ちょい間違いあるかもしれないな。おお早い。はい。あ、待って、違うかもしんない。いや、でも行くしかねえ。おー。時間がなかった。はい、G めっちゃ汚い。あ、みんなしろ。おー正解は、足釣りが正解です。おー、語尾とか間違えるからさ。間違えるかなと思ったけど。ちゃんと全員合ってた。晴れのち雨の日も